こんにちは。こんにちは。小原田康久です。小原田博美です。イルカの時間です。出雲大社行ってきてね。そうね、よかったね。うん。うん、まあ、大学時代の、ラグビー部の、うん、まあ、同窓会っていうかね、うん、やろうかっつって。まあ、人数は少なかったけど、うん。うん、まあ、出雲に一人いるからさ、うん。うん、そいつがいろいろと手配してくれて。ねえ、なかなか、そういう機会じゃないといけないからね。うん、そう、うん。で、ちょうどね、まあ、今はねとりあえず神在月っていうかさ、うん、あっちはね、うんうんうん、まあそういうお祭りはもう終わってるんだけど、うん、まだ一番たくさん神様がいるんだっけか。そう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 、ね、だから日本中の神様が出雲に来てる、うん、そうだよね、うんうん、だから出雲っていうのはさ、なんだっけ、縁結びの神様だから、ね、だからやっぱり結構ね女性がたくさん来てるの。ああそう、うん、まあみんながみんなその良縁を求めてるかどうかわからないけどさ、うん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 、まあ縁って言ってもさ、うん、それは別に結婚するとかそういうことだけじゃないから、うん、全てが縁だからさ、うん、でそこでまあ新しい縁良縁ができていくという、ね、そうだね、仕事もそうだし、お友達もそうだし、そう、ね、そういうのがあるんだろうね、うんうん、まあなんか、まあ、神様がたくさんいるからかどうかわかんないけど、うん、非常に良かったよ、うん、で昨日ずっとお参りしてて、うんうん、でその博物館なんかも行ってきて、うんうん、でまあ遅めの昼ご飯食べて、うん、そしたらね本当にそれまで晴れたのはザーッと雨ついてね、うん、うん、お参りの時だけ天気良かった。ああそう、あ結構ねザーッと降ってきたんだよ、うん、うん、まあこれもなんかね、うんうん、神様がね、仕組んでくださったことかなって思ったりしながらね、うんうん、非常にこう新鮮な気持ちというか、いい、ね、神聖な気持ちというかさ、うんうん、そんな感じで帰ってきて、で今年はまたこれで、大伊勢さんも行ったしね、うん、うん、から出雲大社も行ったし、うん、式年遷宮の時もあなた両方行ってんだよね。そう2回目ね、うんうん、本当にたまたまっていうか本当に行くぞっていうことじゃなかったんだけどね。そうだから普通はさ、うん、式年遷宮だから両方行くといいんだって行くぞなんだけど、うん、だそうじゃなくて行けたっていうのがね、うん、やっぱりそうそうそう本当ありがたいよね。まあ伊勢神宮はね、うん、実家があっちだからさ。そうだよね。でもさあちらにさ、うん、自分の実家のそばに伊勢神宮があるってこれ実はすごいことなのかもしれないね。そうだよ。で友達が出雲にいてさ、うん、ということでね、うんうん、だまああれじゃ日本のこう2つのね、うんうん、トップの神社だからさ、うんうん、あれはでもやっぱりね日本人としてね、うん、すごくなんかこう心に響くものがあるよね。あなた古事記勉強してるけどさ、うん、まあ本当に古事記のふるさとでもあるわけだから。そうだ、ね、あそこは、うん、出雲はね、うんうん、でいろんな博物館行けばさ、うん、銅鐸とかさ、うんうん、昔教科書で見たようなものでしょ。銅剣とかああいうものがね、うん、実際に出たものがさ、うん、展示されてるわけだから。うん、うん、だからさ子供の頃っていうか小学校の頃さ教科書をこうさ、うん、新学期もらうじゃん、新しい教科書、うん、でさまださこうピタッとさ紙がくっついてるようなああいう状態をこう、うん、めくっていくわけじゃん、うん、どんなことを勉強するのかな、うん、3年生ではとか4年生ではとかってさ、うん、やっぱりこう写真で、うん、歴史実は得意ではないのはさ中学校後半からだったんだけどさ、うん、こう写真で見るとさすごいよね。なんか、うん、そこが物柄だからやっぱあの頃からなんだかんだ言いながらそういうやっぱり物のエネルギーとかっていうのをさ感じたのかもしれない ね、うん、ね今思えばね。そうそう、うん、でやっぱりねその、自分が関心あるというかね、うん、自分なりの視点を持つと興味が出てくるのよ。ただ、うんうん、知識だけでさ、うん、これはこうでああでって言うとなんとこう表面だけなんだけど、うんうん、なんかこうそのエネルギーならエネルギーで、うん、それを見てるとさ、うん、その古代の人たちが、うん、からのメッセージが届くみたいなね、うん、あると思ういうのがあるんだよね。で、うん、俺思ったのはねずっとこう見て回ってきてね思ったのはさ、うん、やっぱり我々こう大きな勘違いをしてたりするわけよね、うん、っていうのはさ、うん、まあ、例えば、大人と子供と比べた時に、うん、子供は未熟で、うんね、大人がこう完成形だから、うんうんね、劣ってると子供は、うん、大人にね大人に言うこと聞きなさいみたいな、ね、そうそうそう、うん、その肉体的にはそれはあるかもしれない力とかね、うん、いうのはあるかもしれないけどさ、うん、まあそういうふうなこう思い込みがあって、うん、大人子供を教育しようとするわけじゃん、うん、それと同じでさ、うん、要するにあの古代の時代は、うん文明が
全然今よりも低いと、うんね、まあ低いと言われてるけどね。そう、うんうん、あの例えば機械だとか、うんね、いわゆる科学という分野で考えていくとね、うん、というふうにこう思われてるけれど、うん、でも本当はそうじゃなくて、うん、すごい文明があったかもしれない。あったと思うよ、うんうん、ということを思うわけよ。そうするとあの、いろんなものが発掘されるわけじゃん、うん、じゃあ果たしてあれが、うん、あのただ何でもわからないとみんなその お祭りに使われたな、うん、まあ結局そういう当時は科学的じゃなかったから、うん、ね、あの迷信を信じながら生きてた時代だから、これを神様に祭るとか、うん、なんかのこうお祭りの行事に使うとか、うん、そんなことだろうってこう考えるんだけど、うん、実はあれはひょっとしたらすごい高度な科学の粋がそこにこう集まってるのかもしれない。しれないね、うんうん、だってピラミッドだってそうじゃん。そうだって今あれを作れって言った時にさ、作るのもあなたたちってことだよね、うん、そうそう、で 何のためにあれがあるかわからないんだから、うん、そうでしょ。だからこちらは我々の、経験知識ではわからないようなものが、うんうん、いっぱいあると、うん、だからそういうこう、古墳から出てきたりしてさ、うん、出土したものっていうのはさ、うん、あれもっとそのなんか深いものがあるんじゃないかい、うんうん、そうか、そう、だから科学とか芸術、うん、だから芸術にしたってさ、昔の人がこんなすごいもん書いてあってさ、うん、言ってあのびっくりするんだけど、うん、それはそういうこう芸術的センスが劣ってるっていう前提で語ってるわけだから、うんうん、彼らにはそんな芸術を楽しむような、ね、精神性文化がないというふうな、ん、そんなさなんかこう勘違いみたいなのもあったりするわけじゃん、うん、そうね、うん、そう、あれそれは例えばその障害者に対する偏見と、うん、か差別ともつながってくるわけよ。ね、うん、うん、だってあんなすごい絵を描いたりさ、すごい詩を描いたりするんだけど、うん、ね、だけども、彼らに尊厳できるはずがないみたいなさ、うんうんうん、そんな見方があるわけでしょ。そうだね、うん、だからそうじゃなくてもっとこう頭をフラットにして、うん、ニュートラルにして、うん、見ていけばさ、うん、もっと違う古代が見えてきたり、うん、ね、子供の可能性が見えてきたり、うん、ね、うん、障害ある人たちの本当にこう深い精神性が見えてきたりするわけでしょ、うん、それはさ、なんだろう、逆に言うと自分もそうなんだよね。例えば、うん、障害を持ってる人が素晴らしい絵を描く、すごいなって、うん、例えばね、自分にはそれを描けない、うん、例えばこの人はすごいなって思う、うん、もちろんそれは大事なんだけれども、うん、でもじゃあ自分にも何かあるはずなんだよ、うん、そうだよな、うん、例えば50になろうと60になろうと80になろうと、うん、もうボケボケのね、老人にな、うん、今ほらあの老人のなんか、うん、なんだっけ、あの事故が多いとかってさ、やり玉に上がってるけどもさ、たとえそうであったとしてもさ、うん、その人たちにしかできない何かがあるわけなんだよね、うん、だからそれをさ、なんかみんなでこう見つめるというか認め合わないとさ、うん、なんかどん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 こうギスギスしていくっていうのかな、うん、なんか一番こう働き盛りのさ、うん、その体力もさ、気力もさ、うん、いっぱいの時だけがこう頂点でさ、うん、なんかあといかにそれを伸ばすかとかさ、そう、うん、それにやるするよりもなんかこうわびさびの世界じゃないけどもさ、うん、枯れて花開く人もいるしさ、そう、だから今はその、うん、要するにお金を稼ぐ人間が優れた人間とされてるみたいなさ、うん、な、でもそれ言ったらさ、もう詐欺師なんか最高じゃん、そしたら。そうそうそう、みんな歌ってさ、俺詐欺の連中なんかな、ねえって言うけどさ、うん、彼らはさ電話一本でさ、うん、あれだけのお金をさ稼いだわけだよ。そう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 、悪い方法だけどね、うん、そうだよね、うん、そうだからさ、そういうなんか価値観がどうしてもあるわけよ、うん、だから詐欺してまでも金稼ぐことしたりするわけじゃん。そうだね、だから考えたら、うん、あの話術を生み出すさ、あの知恵をさ、なんか別のことに使ったらもっとすごいことできたんだよ、うん、いやだからすごい才能なんだよ、それもな、うん、うん、だから使い方は間違ってる、才能の使い方っていうのはあるわけでさ、うん、うん、だからそれがさ、そこにやっぱりお金に精神性がくっついてこないとさ、うん、な、うん、そうしないと、本当に、世のためになっていかない、うん、自分のためにもちろんならないんだから、結果的には、うん、こう 何に注目するか、うん、何が大事か、うん、そこをさ、やっぱりしっかりと、ね、いかないと、うん、極端に現実に引き戻されてもダメだし、そうそうそう、極端にスピリチュアルのところにこう、うん、引き上げられてもいけないし、うん、やっぱりいかにこう中道中庸、うん、フラットな状態で、そうなんだよね、的確に自分の道を探しながらそこに邁進していくかっていう、うん、そう、だからフラットにいられない
もう要するにいろんなことこう吹き込まれてるしさ、うん、まあ、洗脳されてるから、ね、だからこそそれを意識しないと、うん、そういうことどん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 ずれていくわけよ。そうだからずれてる自分をまず自覚しない。そうだね、どのぐらいずれてるか、ずれてるんだからって、うんうん、だから自分が正しいと思ってることは本当に正しいのって、うん、いうことから始まらないとさ、うんうん、やっぱりあのそのずれの修正ができなくなる。だから正しいと思ってたらそっち突っ走るわけだから、そうだ、ね、ずれてる方へ突っ走って外から落ちてしまうわけだからな。面白いね。ああ、うん、まあそんなことをね、いろいろ感じたよ。よかったですね。本当にね、はい、うん、あのいい旅をしてきたよ。いいね、締めくくり。もうあと11月も少し。そうだね、またね、正月はお伊勢さん行ってな。そうだね、うん、はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。